どうぞどうぞすいません適当で。まあとりあえず、まあ、昨日のね事前年末公演の事前イベントの時にこうくじ引きでこうユニット公演のメンバーを引きまして、私のね引いたユニットのメンバーはですね、青海ひなのちゃん、石塚みずきちゃん、大谷ゆうきちゃん、鈴木えなちゃん、鈴木ここなちゃん、竹内ななみちゃん、中坂みゆちゃんで野村みおちゃんと私の9人です。というわけでみんなにね、このメンバーたちの好きなところを聞いていこうかなと思います。参考程度にね、もうね時間がないの時間がないの、時間がないからね本当にとりあえず何にも進んでないけど、とりあえずみんなの推しメンの好きなところを教えてください。私に本当にだからみんなのね推しメンの好きなところをよろしくお願いします。ほら石塚みずきちゃん推しですとか、もういいよ本当そういうの、そういうのちょうだいそういうのください。いやでも若いって言っても、まあ若いか、でも若いって言ってももうそれなりにねしっかり SKE に、まあ石塚ちゃんはまあ今 SKE の中でまあ一番若いわけですけども、奇跡にね、でもそれなりにねもうしっかり SKE に在籍してね経験も積んできてるメンバーが集まってるわけですから、石塚ちゃんだってもう2年いるわけだから、確かに年齢的には若いか、年齢的に若いね、若いね、え嘘、あびっくり、え嘘、え青海さんと私だけ20歳超えてるの、マジか、え嘘本当、マジか、若い若いよ、若すぎ、そうしかもねチーム S のメンバーが多いんですよこのね、いやナイアンもそうだよね、そうだよねナイアンも20歳だよね、そうだよね、そうだからなんかチームがね一緒の子がココナさんだけなんですよココナさんだけなんですよ、そうなの、だからちょっとね普段一緒にやっぱチームが一緒じゃないっていうのは結構ね大きいんですよね、こうまあみんなねそれぞれね仲良しだと思うんですけど、こうなんていうのかな、チームでいる時って結構まあ楽屋の過ごし方とか含めて素だと思うんですよ、それがねわからないっていうのは結構でかいなっていう風に思うんですけど、まあねどんな感じになるかな、もうまだ何もしてないよ本当に、なんかしなきゃいけないんだけど、なんかしなきゃいけないっていうかしなきゃいけないことはいっぱいあるんですけど何にもできてないっていうのが現状、まあ次の日なんで、まあ、しょうがないかなって置いといてって感じなんですけど本当にみんな誰推しなの教えてみんな誰推しなの、自分は誰推し。じゃあ、あいおじゅんに行くか。あおみさん推しの人。
いいよ、推しメンじゃなくても。青海さん、ひなののいいとこ押して、押して、私にひなのの、ひなのの、ほら、ひなののいいとこ教えて私に。うん、スタイルがいいね。なるほど、確かに映える。あ、ステージで映えるってことかな。パフォーマンスが大きい。スナピオはダンスがかっこいい。かっこいいもかわいいもできる。いや、オーラがあるよね、確かに、まあ、イケメン。うん、存在感、自由人圧倒的パフォーマンスと若干のおバカ、うん、あ、性格とかね、それはなんとなくね、あの平均とか見せてもわかるかも、うん、あ、ゼップの走るペンギンが良かったと。強そう。ラグビー部のマネージャーをしてた。もう情報情報だった青海さんは今女子力をつけたがっています。あ、そうなんだ。健康的、ダンスにキレ、陽キャ陽キャバリピっぽい。意外と面倒見がいい。あ、なるほど。パリピ、パリピ多くない？パリピ多くない？パリピな曲って何？むずステージ映えする。いやー、素敵な、なるほどね。ちょっとあんま言えてなかったけど。そう、なんか髪触れがね、いっぱいいるのよね、本当にね。うん、わかる。姉御肌、なるほど。キュウキのお母さん。キュウキのお母さんなんだ。キュウキの中ではじゃあ、青海さんが引っ張ってる感じ？なるほど。ちょっと全然メモしてなかった。ちょっと待って。青海さん。ステージ映え。パリピー。パリピー。かっこいい。ダンス。オーラ。ゆきのお母さん、あ、何でも似合う、うん、かっこいい曲当て込まれがちだから可愛い曲してほしい。なるほどね。あ、なんやんとよ、ココナさんの保護者結構じゃあやっぱり大人だからなんかまとめたりとかしてるのかな。確かにジャンヌダルクかっこよかったね。確かにオーラがすごかったですよね。はい、じゃあ次、石塚ちゃん。はい、石塚ちゃんの石塚のいいところおいでで、陽キャって入れるのせいだ、陽キャ確かに10期生の中で一番アンダー経験ある頑張り屋さんです。頑張り屋さん、
やばいどんどん言ってしまう。白いほんわかお芋大好き、芋っぽい、え、どういうこと芋が好きなんだ。目が大きい、確かに。エゴさんも認める白さ、確かに白い確かに白い、白い、へこたれない。なるほど、意外としっかりしてるんだね。ふわふわしてるけど強いんだ、しっかり。性格が強い。ああ、踊れるらしい。踊れる。モデル志望なんだ。ああ、あかねさん推しね。なるほど。あ、AB型らしい。なるほど。あ、芋好きなんだよね。芋好きって何？どういうこと？芋好きどうやって入れ込むの？ユニット対抗戦にめっちゃおもろい。確かに可愛いよね。てか可愛くない？うちらのチームの人たちってみんな。いや、他のメンバーもさ、もちろん可愛いんだけどさ、うちのチーム可愛いよなうちのチーム可愛いよな。はい、1日違いだって誕生日。知らなかった。あ、さつまいもが好きなんだ。なるほどね。ね、お芋みたいな曲あったから、なんかさつまいもみたいな曲あったっけあー、なるほどね。ダンス綺麗な感じだね。綺麗系ね。なるほど。ちょっとイシズのいいところいいのよ私の話は。さつまいもは焼き芋よりムサハ。いいのよ、さつまいもが本当、焼き芋よりムスハはいいの。あ、歌声がね、いいのか。粘り強そう。結構だからふわふわしてる見た目とは裏腹に結構しっかりなんか自分持ってる系の子なのかな。ねえ、なるほど。結構集まったな。じゃあ次、ゆうゆ。まあゆうゆは可愛い。な、天才だよね。ゆうゆは天才、とりあえず。ゆうゆはとりあえず天才。やばい、天才だらけだわ。天才なんだよな。ゆうゆはヤクルトファンなの。なるほど。声が通る。ヤクルトファンはなんか使えるかな、どっかで。なるほどね。あんまり写真撮らないじゃない自撮りしないのかな。まあ確かにね、考え方が独特だよね。
開演前に舞台上で挨拶できる、どういうこと？どういうこと？な、MC がね、面白いのね。ちょっとゆうゆう、相手によっては真似れない危険、怖いよ。何それ。あ、表現力高い。パフォーマンスで見せれる。なるほど。確かにゆうゆうって多分クールだよね、すごく。それすごいわかるわ、わかるわかる。サバサバしてそうだもん。なるほどね。悔しい気持ちは表に出さないと。天使の尻尾ね、確かに可愛かったけど、うん、ちょっと可愛い系よりかっこいい系がハマる。可愛い曲やりがち、やりがちっていうか、まあやらされがちというか可愛い曲多い。なるほどね。当たり目が好き。歌声っていう子多い、人多いね。歌声が好きみたいな。なるほどね。それなりに出たんじゃないかな。じゃあ次、えなたん。えなたん。えなたんは？うん、えなたんのいいところ、確かに足長い、足長い、足長い。なるほどね。へえ、ゆきちゃんのパフォーマンスを参考にしてる。パフォーマンス大きいメンバーね。ポニーテールの使い方が上手。もうポニーテール限定。ああ、なるほどね。ゆきちゃん系なのに、なるほどね。結構すごそうだね、じゃあ。
踊ってる時だいたい口が開いてる。それは何？いつも口開いてんの？かわいい。いつも口開いてるはどうなの？ JK か。 JK ね、なるほど。前歯って何？K2 最年少？本当に可愛いね、それは。ほっぺ、前歯、ほっぺ、めっちゃピンポイントな。青海さんに怒られてるんだ。おしにと友達。確かに愛嬌があるよね。甘え上手、愛嬌。どんちゃんの推しメン、確かに。よいしょ。えなたんって研究生公演の時何の、あ、でもあれやってたか、手綱ではウィンブルドンやったもんね。ウィンブルドンとかやってたよね。そのイメージあるな。ピンクやってたか。かっこいい曲やってるとこ見たことないね、あんまり。確かに。動物園の象やってた。ね、チョコもやってたイメージあるけど。動物園やってたか。オオカミとプライド？あれでやってたのかな。12周年。アメピもあるよね、なんかそういうイメージあるな、なんか。なるほどね。じゃあ次、おココナさん。ココナさんは何かな。ココナさん何かな。なんか難しいな、ココナさん。なんかココナさんってさ、謎のなんかすごいオーラあるよね、やっぱり。ココナさんもオーラあると思うんだよな、私的には。ココナさんはショールームでフィンランドミラクル歌い口。フィンランドミラクル好きなのかな。自由。フィンランドミラクル好きなんだ。なるほど。綺麗系。
内首が口癖、怖っ怖っ。内首っていうの、口癖なの、怖っ。何それ怖っ。カブトムシ曲がってんだ、へえ。切れ間って何、内首用って言います、怖っ。えー、ココナさんはよくフィンランドミラクル歌ってるんだ、なるほどね。怖いんだけど、オタクを内首にしたり除霊したり解明したりします、怖っ怖すぎ。コナさんなあやんと仲良し、なるほどね。そういうの教えて、こうプライベートな感じのところ。コナさんの面倒はなあやんに任せよう確かにコナさんもね可愛いからね、顔ブーンって感じだよね。青海軍団の一団一員。姫たんと仲いい。でも姫たんと仲良くてもうちには姫たんがいないからどうしようもないけど。カブトムシを2匹、ちくわね、ちくわ、むず。なんやの顔かゆそうって言ってた。引っ越しました、洗濯物たちフィンランドミラクルが好きなるほどね。ココナさんってどうなの、わかんないよ。ココナさんってでも変わらないですよね、なんかずっと一緒。なんか難しい、なんだろうな、なんかこれっていうのがないんですよ。だいたいこう何でも同じようにこなせるっていうのがココナさんかな。そう、同じようにだからこの曲が私めちゃくちゃ得意ですとかなんかあると思うんですよ普通って。例えばかっこいい曲の方が得意ですとか可愛い曲の方が得意ですとか元気な曲が得意ですとかっていうのって多分あると思うけど、なんかココナさんってこれっていうよりかは全部同じ量だけできますっていうイメージかな私の中では。だからなんか一個こういう曲っていうのがココナさんにあればそれ見つけてあげればあげれればいいなとは思うけどね。でもココちゃんは確かに可愛い曲が好きそう、自分的にはココちゃん的には可愛い曲を好きそうだよね。じゃあ次ナーヤンで、ナーヤンお願いします。でもナーヤンなんだろうな、ナーヤンも結構セクシー系だよね、かっこいい感じで。確かに目力もある、ダンス綺麗、目力な。
滑っても平気な人ってどういうこと？面白い関西人。雨止ませる。でも私もね、ナヤンのダンスすごい好きなんですよね。こないだたまたま一緒にの時間のタイミングでこうレッスン上で練習してたんですよ。お互い別々の、ナヤンはなんか多分別の公演かなんか練習してて、で私は私で別に普通に自分のチーム公演練習したんですけど、なんかナヤンなんか多分練習だから別にそんなねすごい全力ってわけでもないだろうけど、なんかすごい惹かれる踊り方するなって思いますね。チョコレート好き、なるほど、チョコレート好き、チョコレート好きどっか使えるかな、さっきから芋好きとか当たり目好きとか。虫歯ね似合いそう。いやクロスは似合うだろうね、似合いそう。いやナイヤもね、ほんと落ち着いてて大人だよね、ほんとに素敵な後輩、めちゃめちゃいい子ですよね、いい子しかいないわ。すごい人間関係で敵を作らないように細心の注意を払ってる。何それ、本人が言ってたの、すごくない、そんなのめっちゃすごいじゃん、尊敬するんだけど。声ね、ナイヤも確かに声特徴的。全然実話じゃないですよ、ナイヤってめっちゃ優しい子だと思うけどな。あ、なんかそれ聞いたことある、チームエースで先輩のお弁当何がいいですかって聞く係ナヤンですってこの間誰かが言ってた気がする。なんかそれどうかで聞いたな、意外とふんわりしてるよねナヤンも。ココナさんと騒いで怒られたことがある。でも面白いですよな。ちゃんと聞くけどちゃんと自分の食べ物。そうね、炎の役ってことだよね、だからナイアンはチーム S で言う炎の役。めっちゃおもろい。じゃあ次中ちゃん行きましょう。中ちゃん、まあ、悩んは髪フレに憧れてるらしい。なるほど、中ちゃんはなんだろうな。大しめんの正田さんポジだとめっちゃ喜びます。なるほど、
構ぶっ飛んでる。元気。愛のルール取られて嘆いてた。谷さんのところに何度握手に行っても初めましてと言われてましたおもろすぎみんな猫かぶってるでめっちゃ言うんだけど、猫かぶってるおもろい。コンサートの瀬戸り見る瞬間が一番好き。わかるわかるわかるわ。中ちゃんはかまちいって自分で言ってたの、言ったのは絶対言わないでって言ってた。中ちゃんはかまちいって、分かった、じゃあかまちいって書いとく。パホが納得いかんくても悔しくて泣いちゃう。多分なるほどね。かっこいい曲か面白い曲を希望してた。かっこいい曲か、面白い曲ってなんだろう。喋りがうまい。確かに明日のために来そうね。できるだけ難しい曲を踊らせてあげてください。できるだけ難しい、シリアスな曲の表情。難しい曲希望。まあでもしっかり者ですよね。しっかりしてるっていうイメージかな。難しいダンスの曲当て込まれたら喜びを感じる。大丈夫かな、まあ、燃えるってことだよね。なるほどね。へえ。ドラさんオーディションでゆうゆうと仲良しだった。追い込まれ好き。なるほどね。九鬼の影の支配者。なるほど。じゃあ次、最後だ。みよまる。みよまるはなんだろうな。みよまるがだから一番私に近いんですよ、こう木が。なんだからね、みよまるの方ことをなんかこうっていうのを分かりすぎててどうしようっていう感じ。スタイルはいいよね、足長いよね。そう、なんかかに恋愛感は結構癖があるかな。確かに名古屋の人って感じだね。わかる。
確かに宮丸も目力強いからな。わかる。猫ね、猫。宮丸も芯がねしっかりしてるイメージ。意志が相当確かに強いかも。確かにカミフレのリーダーしてるしね。ああ同期です。確かに倉島とかとねよく一緒にいるイメージかな。猫、あ、懐かないんだ。猫に懐かれないんだ。だからさ、みよまるもね多分何当て込んでも多分何でもそつなく絶対ベストをね尽くしてくれると思うんだよなって思うよ私は。あ、もう懐かれるようになったんだ。なるほどね。終わった。いやでも結構集まった気がする。オッケー、なるほどね。そうなんですよね。ちょっとなんか結構こう、うん、いやまあ私一人で決めるわけじゃないんであれなんですけど、まあいろいろねちょっと一意見として皆さんにはちょっと頼りましたけど今回、まあ本人たちとねおしゃべりもして。いろいろまだまだ決めていきたいなと思ってます。もう何にも決まってないんですよ。何にも決めてないの。何にも決めてないっていうか決めなきゃいけないんだけど決まっていないっていう状況。なんせ昨日決まったからね。時間がないの。時間がないんだけどとりあえずやっぱね一応リーダーなんでこうなんとなくみんなのことを分かってあげていたいなと思ったのでとりあえずこのショールーム開きました。まあとりあえずそうですね。まあなんでこれは一旦私の情報収集ショールームでした。情報収集ショールームです。まあでもいろいろね私はみんなに隠しながらみんなにいろいろ隠しながら私は公演の当日を迎えたいです。うん、あんまりなんか隠しながらもう隠して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 当日決めたいな。うん、思いますよ。そういう感じで、うん、なんかなんだろうな、なんかもう強いじゃない。
結構オシリンのところのグループもそうだし、あとアルカのところも結構コンセプトが固まってたりとかしてたからね、そういうところにつられがちなんですけど、私たちのところはもう見捨てないでください見捨てないでください。メンツが強かったりとか、なんかコンセプトがあんな感じのとことかあるけど、よろしくとりあえずでもみんな結構多分しっかりしてるし、ちょっと自分の意見ちゃんとある子たちだと思うので、今私はとりあえずみんなで早く集まれる機会をね作ってくれってマネージャーさんに頼んでるので、なるはやで集まらせてくれって言ってます。とりあえずなので、とりあえず集まってみんなでおしゃべりしたいなっていう風に思ってるので、とりあえずね一旦そういうショールームでした。ありがとうございましたというわけで、そうね、ちょっとみんなで直接会いたいなっていうのは、この連絡 LINE だけじゃちょっと限界があるんでね、まあちょっといろいろ忙しいですけど、もうサクサクっと頑張りたいと思いますはい、というわけでとりあえず撮るか、2枚ぐらい撮ります。じゃあ集合写真今日もよし撮るよ。あ、はい、チーズ。なんか連絡来た、なんだろう、なんでもなかった。じゃあ最後、はいチーズ。頑張るよ、頑張るから応援して頑張ります。とりあえずでもみんな可愛い子ばっかり、ビジュアル面ばっかり、もううちのチームが一番最強って私は正直思うので頑張りたいと思います。ということで皆さん急遽なのに集まってくれてありがとうございました。みんなバイバイ、ありがとう。